どうもこんにちは、怒り心頭飛ぶてるあすかでございます。皆さん最近怒ったことありますか？僕はですね、ありますよ。というわけで今回もやってまいりました。定期的にやってきます。フィギュアが届いてレビューするわけでも、なんか映像を作ったわけでもない、僕がただひたすらつらつら喋るだけの飛ぶてるあすか小話コーナー。今回のタイトルはマジでそんな怒ることじゃない。でやがよ。まあ、このチャンネルのね、動画を見てくれてる方々は大体の人が知ってくれてると思うんですけれども、私飛ぶてるあすかヒーローが大好きだと。でまあヒーローって一口に言ってもですね、いろんな世界にそれぞれヒーローがいると思うんですよ。まあ有名どころで言うと、まあアメリカにはね、マーベルシリーズ、アメコミヒーロー、アイアンマン、スパイダーマンね、いっぱいいますね。で僕は日本に生まれた日本男児なので、僕が好きなヒーローって言ったら、まあ、ウルトラマン、仮面ライダー、最近で言うとスーパー戦隊もここ最近見てますね。でまあ日本三大特撮シリーズが大好きでございまして、子供の頃からずっと。で僕友達が少ないんですよ。これ友達の定義にもよると思うんですけれども、僕の思う友達っていうのは、何にも遠慮することなく自分から今度どこどこ行こうってポンってこう連絡ができる間からのことを友達だと思っているので、そう考えますと中学の頃の1人、高校から大学にかけてのやつが1人、大学のが1人っていう、合計3人しか友達がおりません。知り合いとかね、仲間とか仕事仲間とかいっぱいいますけど、ちょっと友達とは違うじゃん。どっかにね、遠慮じゃないけど気遣いとかもあるし。で先日、まあ、その3人の中で一緒にいた時間で言えば一番長い、高校から大学の7年間一緒にいた友達と電話をしてまして、でそいつはマーベルが大好きなんですよ。で僕も最近人に勧められたので、偶然マーベルをいっぱい見て見進めてまして、僕はですね、日本のヒーローが好きだったんだけど、まあ、マーベル、アメリカのその映画にもいいところいっぱいあるじゃんと。ストーリーも面白いし、 CG めちゃくちゃ迫力あるし、確かにこれはすごいわと、日本のヒーローよりもすごいかもしれないと思って好きになってハマったんですよ。ただそっちにハマったからといって、なんでやっぱり日本って子供騙しじゃんって、こっちが嫌いになるわけでもなく、両方にいいところがあると思って、その話をしたかった、その友達と。でそいつマーベル大好きで、日本のヒーローはそんな好きじゃないだから、僕はその今両方にいいところがあるよねっていう話をしたいがための枕として、なんでさ、マーベル見る人ってさ、日本のヒーローを見たりしないんだろうね言ったの。そっからの流れで、日本にはこういうところがあってさ、でマーベルってこういうところがあるじゃん、両方にいいところがあるじゃんってつなげたかったんだけど、そいつは俺がなんで見ないんだろうねって質問したと解釈したらしくて、つらつらと理由を述べ始めたんですよ。でその理由って言ったら、まあ至極真っ当なものであって、要約すると、そもそも対象年齢が違う、作品ので、お金のかけ方も違うし、そもそも演技の質が全く違う。だからマーベル、海外の映画作品のヒーローっていうのは、子供ターゲットじゃなくて全年齢が見れる作品がたまたまヒーローものだったっていう感じなので、あと大人もいっぱい見るし、アメリカの子供たちも見るかもしれないよね。でも日本の特撮番組って本当にマーケティング的にも、その子供をターゲットにしておもちゃいっぱい売ってるし、で途中にギャグパートが挟まったりとかもするし、まあそもそものところで言うと予算の書く方も違うよね、 CG も使ってないし。だからこっちはあんま大人が見るものじゃないよねっていうことを説明してくれたの。そこだけ聞いたらもうその通りなんですよ、確かにっていう。ただ僕はそれが知りたかったわけじゃなくて、さっきも言ったけど、そっちにつなげる枕として言ったのね。でしかもそいつったら昔からそういうとこがあるんだけど、そもそも俺とそいつの関係ってのはもう腐れに近いから、もう遠慮なんかへったくれもないわけですよ。お互いめちゃくちゃバンバン言うし、で中でもそいつが俺のことをこうバカにするじゃないけど、軽くこういじるみたいな、けなすみたいな感じで、俺がおいっていう流れがあった。でその流れの延長上で、そいつは日本の特撮ヒーローってやつ聞いて、日本の番組ってさ、子供騙しじゃん、すげえチャッチーじゃん。で途中でさ、クソつまんねえさ、クソ寒いギャグパートとかが挟まったりするじゃん、見てらんないじゃん。子供が見たら面白いかもしれないけど、まあまあ普通の感覚を持った普通の大人なら見ないよねっていうことを2分ぐらいにわたって語ったのよ、そういう言い方で、さっきの内容を。そこで俺今でも自分で不思議に思うんだけど、今世紀最大のブチギレをかましましてですね、普段僕あんまり怒んないのよ人に。ただその時だけは、なんで俺こんな怒ってるんだろうって思いつつも、いやちょっとそれそういう言い方するの、俺そういう言い方されたらさ、毎週楽しみにテレビの前に座って見てる俺がバカみてえじゃん、じゃあ俺普通の大人じゃねえのっていうところから始まって、その一言で言ったらもうダメじゃん、止まんなくなっちゃって、もうバーってもうふざけんなお前と、好きでいる人のさ、その好きなものをそういう言い方するかと、普通の感覚ならありえないわと。そっからもう怒りがヒートアップしてヒートアップして、電話を切ってしまいましたですね。そっからもう全く連絡を取っていないという。7年間同じ学校に通って、卒業後も連絡取ってた10年近く続いた友情が、もうこのたかだかこんなことでもう終わりを告げかねない今関係でございまして、いや本当にマジでそんな怒ることじゃないの。でも多分蓄積だよね、全然関係ないところもいろんな積み重ねが、たまたま好きなものをけなされて爆発したっていう、トリガーになったっていう。すいませんね、前置きが長くて。今回の動画何が言いたいのかと言いますと、人の好きなものとか趣味とか推しとか、今ねこのエンタメ全盛期、世界が平和で、それぞれ人がね自分の好きなものに時間を割ける時代じゃないですか。だから絶対にどんな人でも好きなものが一つや二つあると思うんですよ。
それらを自分が興味がないかとか知らないからといって簡単にバカにするもんじゃないよっていうことを言いたいの。でそいつも俺が切れた時に釈明としてね、やそのバカにするつもりはなかったと。俺もむしろ子供の頃見てきたし別に嫌いなわけじゃ全くないと。ただその理由を説明する時の説明として喋ったつもりだった。いやだったらお前そういう言い方ないよねっていう、またそこから繋がっちゃったんですけど、結構ね普通に生きてて人と喋ってると悪気なく人の好きなものをけなして自分の好きなものを話す人っていると思うの。でその100歩で対面で話してる時にそういうことをしないにしても、見ず知らずの人とのツイッターとか SNS 上のレス場とかね、そういう時に相手の好きなものを下げ自分の好きなものを上げっていう、もう無意識にマウント取りみたいな喋り方をする人いると思うんですよ。特にネット上の世界は相手の顔見えないし簡単に文字打って発信できるから、投稿する前に自分で読み返して相手が読んだらどう思うかなっていうことを考える前にもう投稿しちゃうっていう人いると思うんですよ。よくないよ。 SNS 全盛期、人の趣味とかねエンタメとかサブカルとかがもうめちゃくちゃ盛り上がってるこのご時世に不用意な発言すると、それだけでいとも簡単に相手の心を壊せるからね。なんならいじめとかさ暴言とか暴力よりももっと簡単に人の気持ち、やる気、生きていく希望、そういったものを簡単に壊せるのよ。要するにお金を使って言い上げている人ほど、特にもう簡単な一言で意外とあっさりとバリーンって心砕けちゃって落ち込んじゃうことあるからね。俺はそういうことをちょっと言いたい。何か言う前に特に人の好きなものについて、いやで俺はこうは思わないなっていう否定的な意見を述べる時がもしあったとしたら、言う前に投稿する前にこういう言い方、こういう言葉選びをしたら相手がどう思うのかっていうことをまず考えた上で、いやこういうとこいいところもあると思うけどでも俺はこう思う、いくらでもいいよってあるじゃん。親しき中にも礼儀ありですよ。相手の好きなものは決して下げずに自分の意見を発信するっていう喋り方を皆さんに心がけていただきたいと私は今回の一件で思いました。マジで何回も言うけどそんな怒ることじゃないのよ。やっぱりただその10年近く一緒にいる相手から聞いた言葉だからこそ過剰に反応しちゃったのかもしれないね。というわけでね、この動画見てる方もし思い当たる節がある方いらっしゃいましたら、特に日本なんてね日本の特撮ヒーロー三大柱ですから、ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊ってね、それぞれ派閥があると思うの。僕みたいに全部好きな人だったらいいよ。でもウルトラマン好きだけど他2つ知らないとかさ、仮面ライダーめっちゃ好きだけどウルトラマン全く興味ないって人いると思うんですよ。仮面ライダーを上げたいがためにウルトラマンをバカにして下げるっていう言い方をする人いるよ。ツイッター見てるとよくない。本当に好きな人がいるんだから、それで成り立ってるコンテンツなんだからっていうことを言いたい。だけどですね、ちょっと本当にどうしようね、これ謝るべき切れたことを。というわけでまた次回の趣味でお会いしましょう。バイバイ。